芝氏によって束ねられた義軍は合肥新城に五軍を撃退した。その後ほどなく五軍を率いていた諸葛閣が内紛により謀殺される。主戦派であった諸葛閣の死により呉の動きは沈静化。一進一退の末、東の義呉の戦線は再び睨み合いの形となった。一方西では蜀の脅威が呉の動きに乗じ義への侵攻を再開する。これに対し芝氏は芝将に一軍を預け迎撃に向かわせた。芝将は鉄狼山で蜀軍を迎え撃つも初めての防衛戦に苦戦。結果各淮を前線で孤立させる事態を招いてしまう。己の不明を嘆く芝将だが、何としても各淮は救いたい。その思いを受け冷厲な視線を戦場へと向ける荷重。紹介当該ら優勝も鉄狼山にその闘志を燃やしていた。当司祭、任務を遂行する。各愛、俺のことなんかほっとけばよかったってのに。各愛殿はお前を救うために己が身を捨てた。それを随分な言いようだな、師匠。分かってる、分かってるって。けどこれじゃお前は自分が思うより多くを背負っている。それを知るいい機会だったな。ああ、十分思い知ったさ。だからこそ、各愛を助けたい。今回は、俺もその意見に従うぞ。各愛の際は、これからも必要となろう。ここで死なれては困る。だが救うなら早い方がいい。脅威が強族を呼びに走っているからな。奴らが来る前に急いで各愛のもとへ向かうぞ。四条を第一と考えたか。各愛、評価に値するもののようだな。ならば俺が奴を救おう。四条の道には多くの才が必要だ。各愛、俺のために無茶しやがって。俺が好き勝手やってたからなのか。やめてくれよ、めんどくせえ話だ。当該殿、あなたは文官上がりだそうですね。どういう訓練を受けたらそのように。まったく面白くもない話だ。当該殿、ご武運を。うん、お前たちも奮戦せよ。行くぞ、任務を開始する。はっ。俺のせいで各愛が敵の中に。うっ、あいつを救い出すぞ。ここで失う。やだ、無能でないのは何もの勝る。勝機は今、厳しく攻め立てます。ここから一歩でも引けば我々の負けだ。死守せよ。お前たちが来るとは想定外だった。だが目的は果たした。ここは撤退しよう。なんか企んでるだろ、それ。その勢い、
誰にも止められますまい。うりゃ、この両末は私たちの命だ。必ず目的地に運ばなくては。爆破だ。両末を運び援軍到来まで忍ぶつもりだ。俺が阻止してくれよ。今両末を運び始める。しておくか。エンレー諸葛丹殿が援軍として到着しました。限り私は合肥新城で生まれ変わった。新しき諸葛公爵が皆の力になろう。ここで邪魔されるわけだ。他にも取り残された将がいるか。こいつらも助けるぞ。諸葛丹殿が敵の足止めに現れた。意外だがありがたい話だ。おい、奴らが崖下にいるぞ。今が好機、上から強襲するぞ。気合だ。破壊されただと。策は実行できぬ。やっぱり何か仕掛けてやがった。あいつらの思う通りにはさせないぜ。お見事、見せつけてくれますな。ええやつだ。私には到底及ばぬお働きです。攻め立てる。無傷で救出なくなる。
我らも勢いづく。今日こそ義の息の根を止めるのだ。全霊勝利が領土と共に到来した模様。またも我らの大使阻まれてしまうのか。上将申し訳ありません。助かったよ果樹。紹介当該。結局あちらこちらと駆け回ったか。ああいや師匠もう一度聞け。お前は多くを背負う道を歩んでいる。だからこそサジに振り回されるな。そういったものは全て俺に任せればいい。けど今回は格外が。芝生殿